はい、本日はね、チャイナタウンからスタートします。で、チャイナタウンといえば私たちの大好きなお店シンジケドに行きたいと思います。 A さんが今ね、しょってくれてるんですけど、先ほど見えた中身のやつどうです？本日はもう売って、家にあるいらないものを売って、で、子供のために、子供のためになんかベビーカーとかいろいろ買わせてみたいなそうだね、頑張る、パパ頑張る、頑張ります、頑張ります。 T シャツ何着てるの今日？私は青山限定のエイプ。そう、これ日本行って買ったの。かっこいいよね。大阪で買ったエイプクエイプだね、気分は。では歩いて行きましょう。はい、カレンです。はい、さっきね、ビーサーチとか思うんですけれども、後ろの方に、はい、見える？シニケ、はい、ちょっとね、あっちの信号も追わないといけないんで、ちょっとあっちから戻って、いらないものをね、あの、お洋服を持ってきたよね。はい、だからちょっとお洋服とスニーカー持って査定して、ちょっと値段が合えばね、手放していきたいと思います。本日はこのチャイナタウンから始まって、その後前回も行ったメルローズの方行って、クールクッキーさんの方にね、はい、行こうと思います。なんで2軒巡る感じです。はい車来たでは行っていきましょう。はい、今日は暑いけどちょっと風が吹いててね、歩きやすいよね。感じよ。何あのなんかトラックみたいな、わからないけど、あそこがあのジャッキー・チェンで有名 な, なんかあのラッシュアワーっていう映画のなんか舞台になってて、なんか 1本目のラッシュアワー。あー、書いてる書いてる。はい、久しぶりのシンディケに着きました。なんかデザインかわいいね、かわいい。はい、何回か写してるんですけれども、まあね、ここでお金をもらわなくても、あのスニーカーに変えることもできて、結構破格でもないこのお店あの売ってるんですよね。あのポッドキャストの方でも、あのナイキュウリをあの安く売るとか言ってるんですよね。すごいんで、ここのお店。では久しぶりに覗いていきましょう。あ、これ私のスニーカー。Brand new or used? It's brand new. Brand new. Oh, oh, oh. Look at this. Look at this. Look at this. Very nice. Were you guys looking for cash or credit today? Cash or credit? Maybe both. Both, okay. Yeah. We'll see what I can do.Supreme Lacoste? Pullover? Yes, the pullover. Brand new? It, well, I took out the tag I was gonna wear, but I didn't wear it, so okay. No tag, yeah. Yeah. Kind of new. Yes. New, new. Yep. That's everything? Yes. Hey, I'm going to get you to get you. It's really cool. It's the same as the sneaker.たくさんでーす。わー、前より多いんだ。まあタイミングによるけど、結構スカスカの時もあるけど、結構買い取り強化してるので、品揃えはやっぱりこの店バッチリですね。Bさんどうです？300ドルが、なんかあの、Bさんの冗談は2足でストアクレジットって言ったので、なんかちょっと探そっか。うん、この辺個人的にはこのダルメシアンが欲しいけど、これかその、でも450だから、300結構でかくない？でかいよ。これとかは450、え、あんた持ってるじゃん。これグレーだっけ？黒持ってた。いや黒、定価で譲ってあげたのに買うの。グレーも欲しいんだよね。もうおかしいって。ああやめてください。ないのやめてください。あ、オッケー、わかった。これにボックス用具とかいらないよ。なんか実用的なものに変えたら。実用のもの、フリースとか。いや、いらない。暑いよね。暑い。グレーは。考えて考えて。気持ちやすい。悩もうか。知ってる？本当はここら辺のスニーカーが欲しいんでしょ。サイズがなんか、まあ言うとでもいいけどね。まあね、タイミングですよね。あ、見て。ドリームスニーカーがある。あ、これね。名作で1700ユーゾで
欲しいね。探そうかしら。あ、いつも通りゲームあります。で、こっちったら子供のサイズもあるんですよね。まあ、肩はそこまでおかないで、お買い得価格が多いっすかね。この帽子可愛くない？ここのお店のオリジナルのキャップです。可愛い。普通にシュプリームでこういうの出ても欲しいんですけど、可愛い。で、ここはグレーブゾーンね。ここがいつも通りたくさんあります。あ、欲しい。これどこがいいの？やばいよ、これまだ発売してないですよね、ベルディの。超可愛いんだけど、実物モコモコモコ。このパワーパフガールズもいいけど、可愛い色合いが超好み。10ドルだって。安いじゃん、チャイナドレス。ちょっとうさんくせーだ。うさんくさーぞー。ちょっと B さん、結局ストアーズクレジットやめましたね。300ドル出るって言われたけど、ちょっと欲しいものがサイズなくてね。サイズ抜きだから、まあしょうがない、無理して。そうそう、タイミングもあるから。そう結局私のバッドバーニーのスニーカー、あのあれです、ニューヨークで無料で手に入れたやつ。それにあとシュプリームのラコステのフーディーユーズド、あと T シャツ何枚かな、4枚ぐらい、ちょっといらない T シャツ、チラッと見えたと思うんですけど、それを定価だね。はい、定価で、まあ、手放せたかなって感じですね。まあ、そこそこいい感じ。そうですね。すごいよ、今日。今日なんかお祭りじゃね、毎日なんか、毎週かイベントあるよね。来たからね。このハンバーガー屋さんもなんかちょっと面白いね。ちょっとうさんくさい。すごい、いろいろ準備してる。今、チャイナタウンがおしゃれだからね。イベント多い、マジで、毎週。はい、これからメルローズの方に向かうんですけど、この後ろの方もスニーカーですね。ビチビチ入ってて、まあ、半分ぐらい減ったらいいかな。期待せずに行きます。今ちょうど中心のとこなんですけど、今日も並んでるね。人気だわ。人気だね。すごいね。In 500 feet, turn right onto West 2nd Street. はい、メルローズ着きました。見てまた。パワーアップしてんじゃん。パワーアップ。これに何足？ 5 足？そこに4足ぐらい。5足入ってて、B さんの方にも入ってます。B さんがね。じゃじゃーん。あれ？ B さんパンパンですね。パンパン。あのリストを作ったんですけれども、今回も前よりちょっともらえたらいいかな。そうだね、くらいかな。 あまり期待はしないけど、まあちょっと交渉はできるから。交渉できる。行きましょう。はい、本日とっても暑いです。いいね、超暑い。これうちなんか露出マみたいな服になってるけどさ、マジで暑いんだよね。もう腹は出てくるしさ、なんか帯つけないと痛いしさ、きついよ、夏の妊婦は。妊婦さんはこの重いもの持っていいでもリュックだから大丈夫で、もう持ち上げてるわけじゃないから安定感あるから、これ結構。そうそう、結構いいよ、全然。いいね。お腹なかったら走れる、全然。走れんの？走れる、これで全然。走ってたじゃん、昔。走ってたね、ニューヨークで。なんか言ってるね。なんかやってる、忙しいな。メルローズは今日も元気です。人多いよ、今もね。昔よりね、この間来る気も人多かったけど、結構一時期コロナでなんかやからしかいなかったから死んでたよね。やばかったよ、もう心配してたよ。今日いるかな、あそこにいるスニーカー買うかお兄ちゃん。ちょっかい出してる。ちょっかい出してる。そういうところ、あの道端で売っちゃダメだよ。絶対ダメだよ。あ、詐欺られるから。危ないよ、プロチャーラ。見せるだよ。詐欺酔いからね。バイバイ。はい、また B さんが頑張って出してくれる。Want to celebrate? Yeah. I will be at 7.
ジョーダン4もちょっといらないんで、お掃除してます。今、お兄さんは私を見てくれたお兄さんなんですけど、これ、給食です。バイバイ。これ私のスニーカーもバイバイってことで、いかがでしょうか。B さん、どうした？ちょっとね、前よりちょっと安かったけど、手間もあるし、私の結構あの出したダンク、ああ結構あの半端ないぐらい下がってるあれはダンクだから、ワンちゃん買ってくれない、誰も買わないだろうなみたいな。ああ、全部買ってくれたから。まあいいよね。うん、まあ急速で前持って行ったあの額より少ないけど、前持って行ったそのあのやつの方がレアな、レアの方がレアだろうね。ああで。今回はいくらですか？あ、1200ドル。1200。ああ、16万ぐらいだね。16万。まあ今もっとレート高いかも。17万？17万。ああ今157円とかじゃない？ああ、実際1668ドル使ったから、うん、まあマイナス460だから、全部売ってあのマイナス7万円です。あの、転売屋ではございませんさ、もうあのマイナス7万だから何のために買って新品でキープしてるのかわからない、マジで。あ、もう残念です。もう転売屋だったらもう失格でしょ、はい、もうあのマイナス700ドル失格ですよ、完全に。やばいよね。まあまあね、まあ、生活で困ってるからね。困ってるから、そうそう、実際という時にまあ最悪、まあ、まあまあ履くのもいいけど、やっぱりまあね、まあまあ、ゼロじゃないから、うん、ああはい、はい、ではね、 B さんが何売ったかっていうことで、また前回と同じく何売ったかね、はい、見ていきましょう。さっきクールクッキスでは給食なんですけれども、私の GS のダンクローブラックで、なんかね、なんかついてたよね、なんかティファニーみたいなデザインの、あーダイモンドの、なんかパクリみたいな、クロ GS なんか85みたいな、なんかそんな感じのやつ。ああで定価はまあまあ85ドル、85ドルプラスタックスだったんだけども、ストック X の方だと50ドルとかなってて、もうえぐいな。シンディケの方でもお断りされたダンクです。ああはい、それを売りました。で次がジョーダン1のメタリックブラックです。あのパテントのやつですね、黒ベースでちょっと金が入ってる、あとです。あとパテントのジョーダン1だと結局あの箱の中に入れてこうカチャカチャしてると傷がつくんですよ、ね、なので傷がついてると結構お断りされるお店が多いんですけれども、まあ、私たち持っての幸いにも結構状態がいいペアで今回あの買い取ってもらいました、うん、はい、で次がジョーダン1のマリナブルーでございます、うん、色的には私たち好きなんですけれども、まあ、市場が落ちてて、あと2足持ってるんですよね私たちね、うんうん、だから1足手放しました。うん、で次がジョーダン1のバイオハックです。あのカラフルなやつで、うん、あの発売時はねみんな履いてねイケイケだったよね。うん、で今はねとんでもないぐらい。バイオハックあれなんかアンデフィーデッドなんか、うん、ダンクかなに似てたから人気だったけど、今結構やばいよ、もう120ドルぐらいだね。え、マジで150とかやばいね、うん、そんな落ちてるんですか、びっくりです。かっこいいのにね。かっこいいのにね。次がエアジョーダン1のパラン黒黄色です。ああ私も持ってて、私はねあのニューヨークの JD スポーツで買ったんだけど、ああ結構好きな色合いなんですよ、黒黄色で。まああのそうだね、なんか、うん、ダンクでもあれ色あるから、ウータン、そう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 、だからいいなと思ったんだけど、ああなぜかあまり人気がない。黄色がアメリカ人気ないんだよ。あ、そうかも。ああスニーカーで合わせにくいから、うん、じゃあ次はジョーダン1の UNC2 シカゴです、うん、レディースだよね のサイズで、うん、黒ブルー赤、うん、みたいな感じで私も持ってるんだけど、うん、B さん手放しちゃったね、うん、私これね B さんに買ってあげたやつ、あ覚えてる、覚えてる、うん、あしょうがない、まあね、バイバイしました。で次がジョーダン4のファイアレッド、うん、白赤のやつで結構いい色合いですよね、うん、かっこよくてね、うん、で次がジョーダン4のユニバーシティブルーです、うん、これもすごい人気だったね。で、うん、今マーケットを見てもそこまでは下がってないんだけれども、
まあね、あまり人気ないスニーカーだけを持っていくとやっぱ査定額下がっちゃったりとか、うん、もういいですパスですって言われる可能性もあるので、まあね、結構ジョーダン1が全部厳しいからね、うんうん、だからちょっとそういう、まあ、ジョーダン4だったらまだまだ人気なカラーは買い取りしてもらえるんで、そういうのちょっと混ぜて持っていくのもあの売買のコツではあると思います。ワンチャンジョーダン4が人気だから、うん、そうあれを買うためにうちらのそのワンとかさいらないパンとかを買い取ってくれたと思う。でも今日すごい、今日も店員さん優しかったよ、うん、そう覚えてるって。そうこの間大パクったから、そう今日はフォーミュラってフォーミュラそうで最後です。最後はジョーダン5のレイジングブルーです。私もレイジングブルー持ってるんですけど履かずにキープしてて、 B さんはさよならしちゃった。さよならです。あの、ね、メンズの箱がかっこいいの、なんか木箱みたいな感じで、うん、私は好きなんだけどね赤で、うん、まあ、しょうがないねこれも数が多かったみたいなので、うん、はいっていう感じです。で、あの最初の方に行ったシンジケの方では私のバッドバニー、うん、あとシュプリーム T シャツ4枚半袖ね、うん、あとラコステのフーディー、ユーズドって感じなんで、まああのね実はね、あのマイナブルーもう1足あるやつ持ってきたんですけど、まあ、被ったらあれなんで、うん、同じもの2足出したら結構ね持つやつになるから、ちょっとね良くないから、うん、それはもう車に置いてるんですけど、それ以外はもう省けたので、うん、よかった成功でーす。 B さん偉いです。やったー、ありがとうございます。はい、皆さん今回もいかがだったでしょうか。前回の動画結構ねあの視聴回数が回って人気だったのかなと思って、あんまりこういう売りに行くっていう動画は日本の方はあんまり作んないよね、うん、見ないよね、まあ、転売がタブーみたいなもんね。ああま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 あ、でもなんか私たちはあの、ま、ゴミ掃除みたいな感じ、ゴミって言ってない、ゴミって言ってでも、もう掃除です。本当に本当に子供のために売ったんです。そうもうね、打撃もう痛い、痛みしかないよね。半端ないよ、おむつもミルクも母乳でいけたらいいけど分かんないからね生まれるまで。だからだって今ちょっと揃えてるんですよいろいろ。ベビーカーも、まあ、ピンキリだけどやっぱりねアメリカ道が悪いんである程度いいのを買わないとガタガタするし、うん、ちょっとね重かったりとかするから、うん、ベビーカーは奮発したんです。あとはなんかそのミルク作る機械とか、うん、粉ミルク作る機械とかあるんですよ、うん、そういうの買っていくと半端ない額だよね、うん、軽く3いいの揃えたら3000とか超えちゃうから、うん、まあそれで履かないスニーカーを ね、あの売ってマイナスだけど、まあ、お金になったら、まあ、生活の、ね、足しになるかな、まあ、それでね子供がハッピーだったらいいかなって、うん、私たちもね、うん、そうそう大人の階段登らないと、そうそう子供のまで入れないでもまあね趣味ってお金かかるもんだから、うちら ね、まあ、ねなんか買うのがな趣味で、うん、でまあ保管してショッピング依存症で、そうそうで履こうかな履かないかなって言って、なんかもう履くスニーカーがウェイティングリストあって、もうすごいよ。そうで結局履かないから、まあどうしようってなって、まあいらないやってなった瞬間、まあ、うん、マイナスでもね、まあ、めちゃくちゃマイナスってわけじゃないからね。まあでもこういうきっかけがあるからこそおうち掃除もできるし、そうそう子供のために手放すっていうちょっと心構えができるからね、うん、まあタイミング的には悪くなかった、うん。第3弾はありますか？あー、わからないあの今夜またあのお家帰ってもう一回掃除するんで、それで、うん、あれば第3弾もやりたいと思います。ワンちゃんどんどんなんか買い取りクールケーキもなんか安くなってきてるから、うん、前よりはちょっと安いかもしれない。まあまあまあ、前7足で1400いったけど、それはいい、まあ、まあトラビスコットとかも入ってたよね。そうそうそう、まあいいのよ、いいです。今回はまあ普通のね、ジョーダン1しか入ってなかったから、そう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 、まあ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 っていう感じでね、今回はねここら辺で終わりたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいとチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねバーイ。はい、フェアファックスの方に来ました。シュプリームがなくなって落ち着いたのかなと思ったら、なんかこっちの方、こういうのが並ぶだろうね。しかも観光バスの観光バスなんかのバスねえ、あれね懐かしい、懐かしい。やっぱこっちがいいわ。ってことで久しぶりにあそこのソウルリバイバルさんしたいと思います。リサ何残りの一足？一足持ってきたアリアス、あれゴートでしょ。もうあアリアス、え、ゴートのドロップオブロケーションなくなっちゃった。うわー、そうそうそう、ストック X みたいな、これねドロップオフできたんですよ。
今日は行こうか。うわーうわー悲しそう、なんかもう何え悲しそう、何どうしたの40ドルって言われた新品でキャッシュ40ドルでストアクレジット60だって。あー厳しい、やべえなやべえな、厳しいな。185ドルだから2万円だから、ね、すごいね。エコタウンとかに持ってった方がまだもまだいいかもね。あ、まあこれはね次回でね、ワンちゃんエコタウン行くか。そうだね、意外とエコタウン、そうそう、オレンジカウンティーの方にまたもう久しぶりに行こうと思うので、そっちの方でも撮ろうかね。はい、エコタウン行こう。うん。